はい、皆様健やかにお過ごしでございましょうか。琵琶湖でございます。今日平日なんですけど、こんなに海いっぱいってさ、まあこれであの波物語が浸透したと思っていいんでしょうか。というわけで、大海ファイブが取れずと抽選を受けたんですけど取れなかったので、カード貢献終了したと言われておりますが、まあ沖海ファイブも好きなんで、沖縄ファイブを打っていこうかと思います。来年の沖縄キャンプ行こうと思うんで、その分その貯金をしていこう。実践ホールはメガフェイス1180蒲天さん、お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。なんで角出に座ったかと言いますと、角は絹をおとついかめっちゃ玉出て20連ですよ。バカなのと思う。おっ、あんま強くないんだけどね。はい、ここで欲しいのが落とし子だよ。誰、タツの落とし子か。サイレント、これサイレント、サイレンナイト、おーポリナイト。知ってた。あれ、何もなかったっけ。はい、今日早起きで寝不足なんでまだ頭が回ってないんですけど、なんだっけ、タツで転廃したら暑くて、フグが、フグ3匹がチャンス目オア、チャンス目オアスーパーね。よし、震えないとダメなんですよね。プリン挑戦中は。ちょ、カメラかぶりすぎやねん、そこの前は邪魔やね。海モード当たりやで、これ。341ありがとう。しっかりねこの2ラウンドの球も取ると。ありがとうございます、3000円。まあ波良かったもんね。で、あの特格チャンスってラグーンっていうのかな、海モードとハイビスカスモードは煽った時点で、当選でしたね。当選です。341止まるエースになって転破して奇数が当たるっていうすごいおしゃれな当たりを見たことがあります。まあ5と違うのはこれ電柱の方が確変割合が多いので、なるべく離席はいけないと。まあ、10% 違うからな。よし、頑張れ頑張れ、いいぞ、転廃しろ。お、転廃した。チャーンス、あ、これ通報のやつか。
でもたまに外れますよね、これ止めません。これで外れたら波変わりそうなんで打ちっぱなしでいきます。たまに外れそう、たまに外れですよこれ。もちろん魚群よりも偉いんですけど、ここアボタ打つ、はい、ほらな外れんだよねこれ。あ、海のね、核変中のハンマリはいいことなんですよ。はい、頑張ってください。あー3回か、あてこだ、テンパらずにダメってこと結構あるんですけどね。待て、今なんか海の時にめっちゃ震えたんですけどね。止めますこれは、ちょっと弾減るんで。これ震えるっけいつも。はい、よっしゃい、ありがとう。あ、やばい、ありがとう、ありがとう、はーい、はい、どうも。やってたブファイター、あーなんでこうならへんやろ。ありがとうさん、よし、あー綺麗、みずみずしいよね、これが好きなんですよ。まあまあ、このもう、あー熱々熱々、頑張れ、テンパしろ、テンパテンパ、頑張れ、そう、 OK、 遅れた遅れた遅れ、遅れです、ミスター遅れ。これ蜂が当たっていいんです、蜂が、あ、今のは鉢が当たっても開いてる状態なんで、当たっても昇格します。でね、このやっぱハイビスカスモードの面白いところって、閉じてる状態でグースがテンパしたら終わりやと思うじゃないですか。そしたらテンパした瞬間にポーンって開くこともあるんですよ。それがね、めちゃくちゃ脳汁が出ると言いますか、まあ、よっぽど波がいいときしか出ないですけどね、そのグースが転廃して花が開くっていうのは。開け、うわー終わった、やめてやめて、あー、あ夜だ、大瓶のクリスタルは苦手なんですけど、大きめのハイビスカスは好きなんですよね。なんでやろ、これ時短中にこのハイビスカスが動いて、まあ言ったら、まあ、軽い先読みになるんです、あーっとになるんですけど、2回がフェイクなんですよね。だから2回でなんかスンってどっかなんか無視する感じも好き、 S っぽい感じ、言ってることわかるかな。お、珍しい、ボタン、夜なんでボタンです、2でいい、はあ、赤ちょ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 、赤ちょうちんは好きですよ。あージャイアンツだ、なんかね、広背景でスーパー行ったら私は高くやと思ってたんですけど、ハズレがあるって聞いたんですよね、本当かな。はい、終わりました。じゃあ次はハイビスカスでちょっと大当たりを狙っていきたいんですけど、まあここはあれでしたよね、回転開始時の図柄拡大が一番強かった気がします。今日外すごい暑いんで、ホールの中ちょっと寒いんですけど、
やっぱね、これからね、夏来るんで、皆さん、女性の皆さんは特に寒さ対策、クーラー対策はしてくださいね。本当それ毎年言ってるんですけど、足元は絶対冷やさないように、女性は特に。これからお子を考えている方は特に、まあ、そういうことで不妊につながったりもするんでね、そのまあ、子供を産むのは正義ではないですけど、まあ、女性は特に冷えがちなんでね。また下行った。あんま下行くイメージないんだけどね。またスーパー行ったぞ。あ、メホの、あったあった、これ当たるんじゃん、ノーマルで。あ、聞く、そんなでもないんだよな。はい、あ、ボタンだ、赤で、あ、オレンジだ。オレンジが弱いのやめてほしいよ。でも自分でカスタマイズできたらいいのにな。いやー、時代の内容が弱い。なんか今違うな。ていうかね、近江ファイブすごい出たじゃないですか。あれ夕方で帰ったでしょ。で、私とハブゾウ君の台をこう見てた。プロップお兄ちゃんが見てて、どっちなんかこういろいろ見てはったんですけど、で、私の台の方がいいでって、まだ出るでって言って帰ったんですよ。私何回でやめたかな、ちょっと忘れてたんですけど、結局大当たり回数50になってました、私の方の台が。はい、ね、ハブゾウ君の台はちょっとだけ出てたんかな。だからあのお兄ちゃん見てたら、今度私がそっち行った時コーヒーおごってね。正直コンディション的にはハブゾウ君の台の方が良かったと思うんですよ。で、それも伝えて、ただこっちの方が出ると思って言いました。なんかすごい太い連チャンして、まだ出るで、170ぐらいでもう一回確認当たって、そっから伸びたじゃない。あの辺はね、誰が打っても出る波でしたよね。あれは琵琶湖さんだからじゃないんですよ。残念ながら。波を駆使してやったら前半の10回ぐらいまでかな。あかんの、やっぱ寒いな。ババシャツ持ってるんだ。トイレで着てきます。私はカバンの奥底にあのユニクロのババシャツ入れてたんで。あかんな、しばらくかかるなこれは。ダミーモードでね、歩き来ないとダメだね。ソロライブじゃダメなの、ソロでは。そう、ソロではダメ。3人の絆がないとダメよ。逆魚群とかあればいいのにな、逆魚群。ねえ。だから一回も魚群出てないでしょ。ダメな台は出ないんだよね。お、後ろスイミーがいる。後ろスイミーでしょ、スイミー。皆さんスイミー知ってます？
これね、国語の教材によって違うんですって。あの年齢のもんじゃなくて、薄い見えるでしょ。大きな魚をやっつけるために小さい魚が大きく見せるやつ。お話スイミー知ってる人はいいねを押してください、はい、恋もお腹くれるのかな、ずっと泳いでいるんだもん、きっとお腹が減るんだね、よく食べるスイミー。マジ波だよな朝一あれ、何やってあの40回転でいろいろ言ってたよ。あんじゃないんだよ、一言なんだよ、あんっていうのは。ごめんねって言ってくれるじゃんか、マリンちゃんが。全部さ、その反省の面がいいよね、全部。I'm sorry で。英語喋ったら再始動とかあったらいいのにな。Sorry って言ったら、次、次変動が変動減らずに始まる。なんと、6000発が飲まれました。悲しみの追加投資。あ、3匹アルフィーだ。スイミー、音符先生でしたけど、本日初のアルフィーは泡でした。もうこうなると回転開始時のバイブしかないな、まちまちは。ダメだ、明けない夜はない、止まない雨もない。19曲きた、睡眠、初の睡眠、お願い。ショック、私がショックやって、あーめまいする。本日初の通常時の曲が外れました。涙が止まりません。だったら出やんといてよ、魚群、19魚群なんてさあ、っちゃうか、嘘つきはあかん。そう、マキコの真真実のシーンだよ。あ、震えた、神様が、あったあった、ノーマルノーマル、あったあったあった、8やけど、総投資15,000円。さあ戻すんだ戻すんだ、お、キラキラ、ロングロングロングアゴハードとかなるよ、目が早い。君は投球見てどうやって当てるんやったっけと思ってたもんな。血の虹も思い出当てたのに、ロングロング来たよ、ロングロングアゴーウェイ。走ってみろよ、バイブなしでよ、チャンスでも出てみろよ。200までが勝負と見た。ちなみに今の時間はまあまあ普通かな。
普通もね、あんまり最近起きるんじゃないから、なんか感覚がね、忘れちゃってるところはあるんですけど、起きるってどうやって当てるんでしょうね。お、チャンスベッド。珍しい。サラヤット、サラヤット、頼む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 。あー、減ってるな。あ、ちゃ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 。ここで、テンパイ、テンパイ、テンパイちょうだい、テンパイ。あ、ダメだ。触れ、触れた。はいない、チャンス目3回からの回転開始時バイブ熱い3手これは当てなきゃダメよ本日2度目の通常時局そうこの100回転大事って言ったよね、追加投資なし琵琶湖選手おめでとうございます。ありがとうございます。今日の規模いかがでしょうか。いやちょっと時短中でね、割とまあまあな感じだったんで、100回時短終わってから100回が勝負どころかなみたいなことを思ってました。ただですね、前の打者のね、回転開始バイブ再始動がよく頑張ってくれたんでね、僕も続こうかなと思いました。あそうですか。ファンの皆様これからも熱い戦いを お届けしますので、精一杯ご声援、応援よろしくお願いいたしますありがとうございました今日のヒーローインタビューは三方さんで大谷さん宮本選手でしたありがとうございましたダメダメ集中集中集中一本集中甘い球は見逃さないダメだ外角低めは打っちゃダメだなんとかボールをそらしてくれキャッチャー頼むバッターアウトスリーアウトチェンジただ確変終わりなので時間が120になります延長戦突入ですさあどうなるさあ延長戦が始まりましたなんと1球目に4の転敗これはもしかしたら潜伏している可能性がない1球で時短が確定しましたこれはなんと不運1球目からもう時短が確定するという時々も何もない状態に入ってしまいましたさあ琵琶湖選手どうだあだいたい、30ぐらいで、潜伏確変だったらあおきみチャンスに戻りますここで諦めないのが琵琶湖軍団はっ惜しいはいもうちょ惜しい2連続1245ってあんまないねんけどなはっあサイレントサイレントサイレンナイおーおーしかも大人の大人一歩気熱いこれはスーパーなので熱いです琵琶湖選手ここで痛恨の魚群間違った開始の魚群でした痛恨じゃねえよこれは当たらないといけません表の4号さあどうだツーアウト満塁琵琶湖選手渾身のさよならホーショックなのこの台あんな外れ方しますここのザウホルで震えろあサイレントザウホルサイレントさあなんと琵琶湖選手もう一打席回ってきましたふざけんなよなんでやわいほっ投手は燃えておりますこれはね出ないですちょっと今いろんなことがショックすぎてお手洗い行ってきますあ
おスイッチ。やめちゃった。不作戦大成功。あ、嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。ミルクが欲しい。ありがとうございます。これはミルク入りコーヒーが好きです。もらっとく。ありがとう。あと、あと、あ、待って、ちょっと待って、魚群。うん。はい、オッケー。ありがとう、ありがとう、ありがとう。あ、苦労してる。あれ。展開次第、展開次第。オリーンね、早くオリーン 3か4か出してほしいですね。あの、テンパイして展開次第とお前が言うなみたいなね。さ あ、 本日の展開は悪かったのか良かったのかよく分かんないんですけど、投資が1万5000円で、回収が2500発。まあまあ、ちょっと負けてしまいましたけども、遊ばせていただきました。そうね、なんか久しぶりに打ったんですけど、やっぱりね、回転開始時のボタンバイブにちょっとラグーンも海モードかは持っていかれてる気がするなっていうのが改めて感じましたね。で、アワースーパーね、マリンとか普通のやつが近江バイブだと泡が出てもこっちグイーンがあるから、まだなんつうの、泡出てもあーってならないんですけど、大きい海の場合はもう泡出ちゃったらほぼないから、なんか捨てゲームな感じがして、やっぱまあ時代は近江なのかなっていう印象を、まあ、今日負けちゃったからそう思うのかもしれないんですけど、まあ同じコンディションやったら近江5打つかなみたいな感じが今日はしましたけど、まあなんだろう、8月7月海が、新しい海が出るっていう噂だけは聞いてるんで、それちょっと楽しみにして、また波物語で打ちたいな。さ あそんなわけで今回沖縄海5負けてしまいましたけども、次回からも波物語は海推しで、行こうと思いますので、よろしかったら見てやってください。そんなわけで、本日もご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、チャンネル高評価よろしくお願いいたします。それでは皆様、次回まで健やかにお過ごしください。ありがとうございました。さようなら。